シェラトンワイキキはアメリカ合衆国のハワイ州ホノルル市にある大型高級ホテル国際工業グループが所有しスターウッドホテルリゾートが運営するオアフ島の中心地であるホノルルのワイキキビーチに面した敷地に建設され1971年に開業したホノルル市内で初の選出を超える大型ホテルとなったなお現在でも ホノルルだけでなく、ハワイ州最大級のホテルの一つである。近年では2004年と2009年に、ホテル設備の大規模なリニューアルを行い、客室内やロビーなどの設備を充実させた。ワイキキビーチの中心地のビーチの目の前にあり、ホテル内のプールエリアより、水着のままビーチに出ることができるほか、ワイキキで唯一のウォータースライダー付きプールがある。またビーチの目の前にあるため、 オーシャンフロントの客室からは、ワイキキビーチを目前に見ることができる。また、部屋の向きによっては、ダイヤモンドヘッドの景色を目前に見ることができる。眺望の良さを誇る。なお、すべての客室に、ラナイがついている。シェラトンワイキキビーチの目の前にあると同時に、ワイキキエリアにおける目抜き通りである、カラカウア大通りのほぼ真ん中に位置し、ロイヤルハワイアンセンターに隣接している上、 徒歩圏内に多くのレストランやバー、ブティックや DFS などのショッピングモールが林立するため、グルメやショッピングにおける利便性も高い。なお、年末にはプールビーチサイドで年越しパーティーが行われることで知られ、同時にボールルームで行われるコンサートと合わせ、その規模はホノルルでも有数のものとなることで知られている。 宿泊客の多くが日本人観光客であり、日本人向けのサービスが充実している。日本語ができるスタッフを常駐させているほか、ほぼすべての掲示、注意書きなどは日本語と英語の平気となっている。さらには食レストランや日本語新聞の提供を行っている。ダイヤモンドヘッドとワイキキビーチボールルームで行われたビレッジピープルのニューイヤーコンサート1階に出展しているローソンなお、 宿泊客は同系列ホテルであるロイヤルハワイアンやモアナサーフライダーウェスティンリゾートスパ、セラトンプリンセス、カイウラニの施設をルームチャージ扱いで利用することができる。ホノルル国際空港からは週間高速道路 H-1 号線のエグジット23経由で30分程度でアクセスが可能である。なお、ホテルのシャトルバスやハイヤーも用意されている。また、 公営バスである、ズーバスや、ワイキキトロリーの停車場もホテルの徒歩圏内にある。ありがとうございます。